自能は、現代から新代にかけて用いられた、モンゴルの称号。漢語の信号に由来する称号であるが、病長や新長の肝心には主に、性能、吉能と記された。北元時代にはハーンに次ぐ権威を持つ称号として、尊重され、主に、オルドス部族長が、自能と称した。定位継承戦争を制して定位についたクビライは、 広大な領土を三人の着手に分割して統治させ、チンキムの管理する旧金朝領とマンガラの管理する旧聖火領、ノムガンの管理するモンゴル帝国の本領からなる三大王国がオーモットウルスの基本体制となった。しかし、このうちノムガンは死死を残さず、亡くなったため、北安王家は断絶し、代わってチンキムの長子カマラが新王に封ぜられて、 モンゴリアの統治を行った。神王は基本的にモンゴリアを統括する存在と目されていたが、その他にも選定の祭祀を行うという重要な役目を持っていた。修士ではカマラがチンギスカンのダイオルドのあるブルカンカルドゥンを統括し、そこで選定の肖像画を掲げこを耐えていたことが記されている。このチンギスカンのダイオルドとは、 現在のモンゴル国、ヘンティ県に位置する、アウラガ遺跡に相当すると見られ、アウラガ遺跡では発掘調査の結果、祭祀が行われていた痕跡が発見されている。このような、神王の役目を、後に、神王から皇帝へとついたイエスウンテムルは、我が人事官アサラスヤや根底、風樹神王、東領チンギス皇帝四個大和通事だ、及び軍馬、 トールたち国土と付けきたると表現している。新王位はカマラから、息子のイエスンテムルに、イエスンテムルからその息子、パドマギアルポへと受け継がれたが、天略の内乱によって、カマラの着党は途絶え、パドマギアルポを最後として新王に新たに封じられる、者もいなくなった。しかし、チンギスカンの4大ヨルドを統括する新王という、称号への意見はその後も長く残った。最後の新王。 パドマギャルポから、およそ100年後、オイラとのエセンに擁立されたタイスンハーンの弟、アクバルジは、北元時代としては初めて、ジノンと称した。アクバルジジノンとハルグチュクのフシは、タイスンハーンとエセンが対立した際に兄を裏切って、エセン側に味方したが、結局は、フシともどもエセンに殺されることとなった。ハルグチクの、息子バヤンモンケもまたエセンに命を狙われたが、 ハラチン部のボライラの助けによって、無事に逃れることができた。成長したバヤンモン家は、マンドゥルリンハーンより、ボルフジノンと名付けられ、オルドス地方に入り、有力諸侯として、病中にも知られるようになった。この際に、チンギスハーン病もまた、オルドス地方に移されたようで、現在オルドス市、エジェンホロウキに存在するチンギスハーン病は、アウラ外石の後ろ身であると見られる。 ボルフジノンは、マンドゥールン・ハーンの死後、新たなハーンと目されていたが、当時大使として、権力を握っていたイスマイルによって殺され、代わって、息子のバトモン家がハーンとなった。ダヤン・ハーンは、自身の息子ウルス・ボラトを、ジノンとすることで、オルドス部を統括させようとしたが、当時オルドス部を統治していたマンドラ・ヤカラクによって、殺されたため、諸部の軍隊を招集して、 マンドライラを討伐した。この戦いを経て、ウルス・ボラトの弟バルス・ボラトが、サイン・アラク・ジノンと称し、オルドス部を統治するようになった。バルス・ボラト以後、ジノンは、オルドス部族長の称号として接収され続け、新代に入ってからも、ジノンは、オルドス部の権威ある称号として用いられ続けた。杉山1995、98から99ページ、白石2005、 8から10ページ杉山1995、140から142ページ、白石2005、14から16ページ。ありがとうございます。